それじゃあよろしくね。あつし君。待て。楽しみだよ。あれ、上向いてる。え、そっち側押すの？ビードリフレ。あなたの心も体もほぐしてあげましょう。あ、春山さんの好感度も割と上がっとんな。ランジョランランジョランジョにちょっと追いつきそうなレベルで。まああれだけ春山さんのイベントばっかやりよったけんな。今日は別のこのイベントを進めたいところ。けどこ満足度上がっていったらさ、なんかあるんかな。お客さんを待つとするかな。好感度の概念がやっぱあるけんさ、好感度上がった時にしか見えんようなイベントもあるはずなんよな。やけやっぱ好感度下がったん痛いよな。よっしゃ、今日もやっていくぜ。じゃあお客さんを待つ、予約のお客さん誰だろう。将棋の整理も終わったし、お客さんが来るまではお茶にしようか。わーい、なのちゃん、今日の茶菓子は。いや、お前食えんだろ、飲めんだろ、猫そういうんダメだろお前。こんにちは。お、あつし先生いる。はい、かえのちゃん。こういうちょっとスタイル、胸控えめのスタイル抜群の女の子が好きって人もいるでしょう。この猫何なの？私がなんかした。邪魔されちゃったね、師匠。わしの楽しみを奪いよって。はいはい、師匠はあっち行ってて。やめるのじゃ、今日こそパンチしてやるのじゃ。あの猫、師匠っていうの？ああ、その、僕より前からここに店にいるので、師匠って呼んでます。報道の名前は、モイジって言うらしいですけど。ん？まあ、猫助のことはいいや。猫助って勝手に名前ですけど。猫助って師匠のことかな。話聞いてる？え、なんでしょう？今日もあのマッサージできる？あ、気に入ってくださったんですね。それはいいですけど、僕のマッサージでいいですか？まあね。たまにはいいかな。たまにはって割と短いスパンで来てくれたな。割とでさ、1週間以内でもう一回来るってことある？ありがとうございます。たまにでも嬉しいですよ。それじゃあよろしく。任せてください。あー、ノーマル4か。イージーでいきます。やっぱりこの音楽が。わー、前回そんなスパッツみたいな履いとったっけ？どうやったっけ？別に音楽の趣味は合ってるから。さすが陸上やってるだけあるわっていう服装できたなって。スタート。スラッとした体。はい、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 ダーン。やばい、この辺作業やな。前回この子をやった時はさ、このあやげの声がもうちょい小さかったけどね、こう大きい音量でこの子のあやげを聞けるいいチャンス。どうですか、言いたいところはないですか？大丈夫、もっと続けてよ。クールなんよなこの子。でもクールな子こそさ、喘ぎ声ってどうなんだろうって聞いてみたいよね、みんな。はい、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 これがエクスタシーの世界や。はい、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 はい。前よりやっぱ喘ぎ声がエロくなってる気がする。どうすか、まあこれくらいはしてもらわないと。強がっちゃって、もっと別のところを思わんかなってちょっと思うんやけど、いつも同じところなんよな。はい。
そんな声だったっけっていうぐらいあいぎがあいぎよな。はい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 、あ、間違えた。はい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 、よいしょ。こんなあんは言う子だったっけって思ってしまうわ。やっぱ愛声の音量上げたっていうのは偉大だったな。なんだ、やればできるじゃん。どういう上から目線。まあもう一回来てもいいかなってなったよ。謎の上から目線だよな、この子。どうでしょう、トリコになるでしょう。どうですか、この前よりも念入りにマッサージしてみたんですけど。全身マッサージのフルコースプラスアルファ、これなら満足してもらえると。やっぱり普通。あまり聞いてる感じしないし。辛口やな。そうですか、やっぱモンドル場所が違うんじゃないかなって思うけど、この子足がなんかあるってあるけどさ、足揉んであげな、太ももとか、まあ、じゃないかな。体は楽になったけどね。ちゃんと聞いてるじゃないですか。そりゃそうでしょ、マッサージしてもらってるんだし。変なマッサージだけど。一言余計やな。変なマッサージなのを認めますけど、体は楽になったんですよね。体が楽になるとか求めてないから。どういうことだ。え、じゃあ何を求めてここに来てんの。なんなん、俺に会いに来てんだな。走れるようにならないと意味なし。あ、ようやくちょっと本音が出てきたね。まあマッサージぐらいで治るんだったらとっくにやってる。なるほど、走る競技、陸上部かなというんだったらさ、短距離走やいいよって。ちょっとなんか走る方でなんかブランクがあるか、なんか怪我とかがあったけんさ、うまいこと走れるようにそれでマッサージで対応しようかなみたいな感じで来とんじゃ。じゃあ足押さなあかんな。朝霧さん、なんでもない、これマッサージ代、今日はきっちり払うから。あ、ありがとうございます。だったらさ、その情報で聞いてさ、足押さんかったら意味ないんやけど。じゃあね、いつか足押させてくれるんかな。お客さんお待ち、足押しましょうって流れになるんかな。電車、お客さんお待ち。あ、まだお客さんなんじゃ。午前午後両方のパターンか。じゃあここは誰が来るんだろうな。大家の雪城さんに師匠のことを言ってなくてさ、マッサージを条件にペットを許可してくれたんだ。うん、わしが寝てる間にそんなことがあったのじゃな。何気にグッジョブな展開だったかもしれんな、結局のところ。それでようやく雪城さんがうちのお店に来てくれることになったけんさ、あーもう噂をすればな感じ。え、いらっしゃいませ、雪城さん、求めてきとるかのごとく来たな。なんじゃその顔は、もっと愛想よくするべきじゃ、嬉しそうにするべきじゃ。そうなんだけどね、師匠は知らないかもしれないけど、あんな姿を見せられたらちょっとね。あら、猫ちゃんも一緒に働いているの。まあ師匠、もみじもスタッフの一人みたいな感じです。もみじちゃんっていうのね。今度おやつをあげるから楽しみにしてて。お湯をかぶるとおっさんになるんですよ。なんとお孫とのゆきしろはいいやつ。乗客じゃ。目輝かすなお前は。現金だな。あつしくん、今日はマッサージしてもらえる？え、そうですね、大丈夫ですけど。もしかして予約のお客さんがいた？いえ、今すぐできますよ。それじゃお願いね。やったー。はい。いちいち2回マッサージができる日だった。イージーです。それじゃあよろしくね、あつし君。待て、楽しみ。あれ、上向いてる。え、そっち側押すの初めてのパターン。
あ、やばい、正面向き合ってるっていうところがさ、なんかいけないことをしてる気分になってる。まさかこういうパターンが来るとは。ほんまにちゃんと前側をマッサージするパターンがあるんじゃこれ。てかパンツ見えてる。そんな太ももを開ける必要あるんかな。パンツ見えてる。お、足来た。足に来たよ。足をマッサージするんじゃ今回。はい。どういう理由で足なんかは気になるところやけど。毎日お掃除しとったら足が疲れるかな。はい。でもまさかさ、こっち向くとは思わんかったな。やっぱマッサージする場所を後々どんどん変わっていくかなと思ったんやけどさ、ここで来るか。しかも理由もなしにやけんさ、余計びっくりするよ。この人はここが凝るタイプなんだな、じゃあここ押そうみたいな話じゃないんやなって。どうですか、痛いところがあったら教えてくださいね。大丈夫よ、すっごく気持ちいいわ。もう官能的な体勢なんよな。さあ次はどこ行くんだ。左足ってきたら右足かな。どうだ、どこ来るんだ。太もも。いや、まだ押してねえわ。まだ押してないで、いきなり上げ出したこの人。まだ太もも押してないだろうか。フライングし始めた。フライングあやきとかいうパターンあるんじゃん、このゲーム。ちょっとフライングしとったぞお前。このゲームちょくちょくツッコミどころあるよね。もう何なんだろう、これから抑えることを想像したらそれだけでもちょっとアイコンで出ちゃったパターンなん。もうあかんでないか、取り越えないかも。こんなマッサージ家でもしてもらえたらみたいな感じになったら。脈ありやな。アツシ君、すごい、すごいわ。こんな気持ちいいの初めてよ。あなたのことここまで満足できた男これまでいないんすか。初めての男っすね俺。さあ次どこ行く。これお腹行く、もしかしてお腹押すことってある、マッサージって。違う、左太、反対の太ももだ。いやだからさ、まだ押してないんじゃって。まだ押してないんじゃって。あいき声がフライングしてきようよこの人。もうさ、これからやってもらうことを想像しただけもあい声出ちゃう子だの人なんじゃ。そうか、そこまで気持ちいいって思ってくれとんじゃお前。ほら行っちゃ、行こっちゃ。まさかの下半身がメインだったな。さりげなくパンツ見せてきとうからな。フルコンボ。今度は上の方も回してくださいよ。気持ちよかったわ。私をこんなにして、もうあずし君たら。発言が危ないな、もうこの人。すごいだろ。こんな気持ちいいこと知っちゃったらダメになっちゃいそう。冷静に、冷静に。アツシ君、こんなことを覚えさせてどうするつもり。なんか直球してみるって感じになってるよ。余計しろさ、もう何も言わないでください。アツシ君。
R18 の才能がありすぎる。は、はい。私、アツシ君のマッサージが好きになっちゃった。今度はもっと気持ちよくさせてね。ダメだ、もうこの人ダメだ。それじゃあアツシ君、また来るわね。はい、いくらでも来てください。はい、ありがとうございました。やっと帰ったようじゃな。こういうことはあんまり言いたくないけど、めちゃくちゃ疲れた。気を確かに持つのじゃ。こういうこともよく前にある。ええやろ、あんだけエッチな声が聞こえてさ。どっちなのさ。なあ、お孫殿。どうした改めて。何？今日来たお客のことじゃが、あれはこのアパートの持ち主じゃろ。そうだよ。そうだね。わしも長くマッサージを見てきたのじゃが、あれはそのそうだね、昔なんかどなんかエッチのビデオとかに出てきた人の反応だよね。何も言わないで、師匠が言いたいことは分かってるから。いや、しかしここで言わぬわけにはいかぬのじゃ。あの女子エッストレートに言うね。いかんのじゃ、ダメなのじゃ、エッチのはダメなのじゃ。あれはマッサージを受ける人間の顔ではなかろう。確かにね、僕だってそう思うよ。人は見かけによらぬの。あそこまで乱れてもらってはわしまで高ぶってしまうのじゃ。じゃが、お客である以上拒むことはできぬ。精神を鍛えると思って頑張るしかないじゃろうな。簡単に言うけどさ、そうするしかないじゃろう。そうだね。いや、ええやん。ああいう女の人は俺が好きですよ。ええやん。8日目終わり。加工の幹部。おっと、アパートから始まります。大家さん出てきた。出てきた。ゆきしろさん、おはようございます。あんな声聞かされたらさ、こう普通に会うもちょっと気まずくなりそうな気がするな。今日はゴミ出しの日だけど、ちゃんと出した？え、今日でしたっけ？すっかり忘れてました。もう、うっかり屋さんなんだから。ボス性が強いからな、この人。家の前に置いておいてくれたら、私が出しておいてあげる。それはさすがに申し訳ないですよ。いいのいいの、困った時はお互い様だからね。ありがとうございます。それじゃあ、お言葉に甘えさせてもらいますね。ええ、私に任せて。こう言ってるけど、この人マッサージをしてるときはすごい女の顔をするんだよな。この時間は何をして今日は午前中は店開かん日か。どこかに出かけるのか。なんじゃ、忘れ物でもしたのか。あれ、なんで家に、おるんだろう。春山さん、春山さんイベント前回多く見たけんさ、他のとこ行きたい感はあるけどな。でもさ、もしかしたらさ、あーか、さ、この女の子が右に映っとる以外はさ、女の子と出会えんパターンもあるかもしれんけどさ、家に寄るか、この子と触れ合おうか。なんで家で出会うかなって思ってしまうけどさ。指原先生。春山さん、おはようございます。家まで押しかけてきてもいやいやになってる。おはようございます。今日はお休みですか。え、実は少し忘れ物をしてしまって。先生でもそんなことあるんですね。お恥ずかしい。春山さんは今日はお休みですか。はい、ちょうど買い物に出かけようかなと思っていたところだったんです。へえ、いいですね。楽しんでください。ありがとうございます。あ、ちなみに指原先生はお休みの日は何をされてるんですか。エーペックスかスプラやってますね。休日ですか。そうですね。あ、選択肢出てくる。わっ、どうなのよこれ。どうなのよ、何を選べばいいかっていうか、まだ全然つかめんのやけどさ。え、相手に合わせて前失敗したけんな。
散歩かな。おっしゃー、私もお休みの日は散歩します。そうなんじゃ、散歩しようけん、もしかしてそういう細い体、細くて胸だけ大きいの体を維持できてるんかな。よかった。ちょっと本小説書くんだったら本かなって思ったけどさ、これ相手に合わせて失敗するパターンかなって思ってさ、散歩に選んだの正解だった。よっしゃ、ここでようやく挽回できたわ。散歩をするときは行く先だけでぼーっとする時間が好きなんです。その気持ちわかります。ああ指原先生とは気が合いますね。だろう、気が合うよな。おすすめの散歩道、散歩道とかあったら教えてくださいね。やべ、散歩道とか言いそうにあったけどな。戦車道とかみたいな感じだろ。もちろんです。何極みにいった、サイポー極みにいっきょみたいな感じだったか。よっしゃ、好感度だんだん上がってきょんちゃうん、これ。あ、雪城さん、腰から足にかけて疲労の色が濃いってあるんじゃ。あ、だから前回下半身やよったやな。お客のことを知るのも大事なこと。お客さんを待つとするから。よっしゃ、今日のお客さんは誰だ。なんだ、河川敷。あれ、また君か。朝霧さん、こんにちは。厚志先生。まさかこんなことでバッタリ会うとは思わなかったじゃないか。お前ジョギングするんですね。趣味ですか。自主練みたいな感じ。大学で陸上やってるから。やっぱ陸上やいよんじゃな。そうなんですね。でも休憩を入れないとダメですよ。そうだ、よかったら一緒に一休みしませんか。でこうやってさお話しする機会を作るっていうね、すごいやり手やなって思ってしまうわこれ。先生となんでなんで言うてんの。歩き疲れちゃって、ちょうど休憩しようかなって思っていたところなんです。まあいいけど。じゃあちょっと待っててくださいね、飲み物買ってくるので。おお、こういうシーンもあるんで、なんかわざわざさ、ちょっとブラジャー見せつけてきようみたいな角度なんなん。なんかちょっとエッチですね、これはこれで。お待たせしました、何種類か買ってきたんですけど。ありがとう。はあ、暑い。ん、その服で胸元を開けるのはまずいような、だと思うよね。何、え、いえ、どれがいいですか。何でもいいよ、おごってもらうんだし。じゃあおしろこですね。そうですか、それなら。いや普通スポーツリングだろこういう時。ごめん、できたら別ので。え、糖分と塩分が多いからちょっと。そう、確かにそうですね。水でいいですか。うん、ありがとう。あずきりさんは毎日ジョギングしてるんですか。まあね、リハビリは毎日しないと意味ないし。リハビリ。そう、大会で足を怪我してさ、そのリハビリ。なるほど、じゃあ僕は、僕の店に来たのは、うん、怪我を治したいからだよね。これでようやく下半身を揉む方に持っていくんじゃ。いつか来るかなと思っとったんやな、こんなイベント。ちょっと自分のことを明かしてくれる感じのやつね。オリンピックを狙えるって言われてたけど。え、今じゃこのありさまだし。すごいな、怪我なんかオリンピック狙える。いいよね、本当に。でもリハビリしてるってことは諦めてないんですよね。そりゃね、確か高校生大学生どっちかな。まだまだ若いんやけんさ、まだ立て直す期間はあるんじゃないかな。なら今からお店に来ませんか、マッサージしますよ。でも中の流れがあったらうまいこと話しつなげてマッサージしに来るように促すよな。僕朝霧さんに走れるようになってほしいんです。だからサポートさせてください。そっか、だって、ありがとうね、先生。だってさ、もし将来的にほんまにオリンピックで活躍したらさ、この人うちでマッサージして立てな、走れるようになった子なんですみたいな感じでアピールできるで。なんで顔をそらすの。悪いやっちゃ、そりゃ顔そらすだろお前。そうだ、じゃあ座って T シャツから離してください。そうよな、なんでお前 T シャツに固定した状態でさ話し続けるんだろうなって。
今頃気づいたかって顔やってる。今言うの言わんかったら手外さんからよ。別にいい、私が悪いんだし。そうですそうです。でももうちょっと空気読んでよそうですよね。ほら先生のお店に行こう、時間もったいないし。は、はい。こう見たらほんま体放水行こうやな。走るに適した体ってこんな感じなんだろうなって。おっと、よろしく。その流れでやっぱこういう向きになってるわけじゃ。足やな、ようやく足マッサージする感じやな。あ、てかポニーテールもほどいとんやな。こっちの髪型もええなって思うわ。俺どっちかって言ったらさ、なんかポニーテールみたいなまとめとるよりはさ、何もつけてない方は好きなんよな、好み的に。ノーマルと言われると難易度高い系の、イージーでもちょっと難易度高い系やなこれ。テンポよく迫ってくるな、ノーマルの割には。あ、まりだけど、まだパターンがワンパターン感があるけん、いけるんやけど。どうですか、痛いところはないですか。うーん、痛くもないけど、そんなに気持ちよくない。あー、マッサージした場所がちょっとずれとんかな。ってことはどこだ、太ももか。太ももっていうかすねやなこれ。あ、まあ、いや、あー、ちょくちょく、ぶん、どのボタンがどのボタンかっていうやつだね。やばいだ。ちょくちょくさ、やっぱテンポが速かったら X でどれだっけみたいな感じの音が起きるんだ。そんなそんなにミスはないけん、まあええだろう。どうですか、言いたいところはないですか。大丈夫、もっと続けてよ。あえぐ頻度増えてない。やっぱ下半身がツボだったかなって感じが。はい、ここか、ここはええんか。なるほど、ここがちょっと弱点っていうかリハビリポイントなんやな。なんだ、やればできるじゃん。だからほんまになんで上から目線なんだよ。まあもう一回来てもいいかなってどうよ、今回足やったわけやけど、調子が悪そうなところはないような気がする。んってことは心の問題なんかな。なんかリハビリって足に問題があるようにこの子は言いようけど、もしかしたら心の問題的な、足は治っとんやけどちょっと自分の中で治ってないって思い込んどって、本当は治っとんのに治ってないみたいな考え方で体を動かしちゃうけんみたいな、心の問題ってパターン、スポーツだったらよくあるよな。これがひどいっていうわけでもないし、そもそも走れないくらいの怪我ならジョギングなんてできないはず。確かにマッサージ中も痛がるような素振りはなかったし。朝霧さん、ジョギング中に痛むところがありますか。別になんともないけど。え、そうですか。だとしたら朝霧さんの怪我って思い込みなんじゃ。ごめん、え、どうしたんですか。私が普通のマッサージだって言ったこと気にしてるんですか。今頃謝ってきた。そこは大丈夫ですよ、アサギリさんはあれから何回か来てくれてるじゃないですか。そうよそうよ、たまにはっていう場合には頻度多いよまあね、ツンデレってやつかこれも。アツシ先生のマッサージは気持ちいいよ。あ、嘘じゃない、ようやくちょっと本心をね、デレの部分出してきましたね。ありがとうございます。また来てもいい。
サポートするって言ったじゃないですか。いつでもどうぞ。そうだね、アツシ先生、これからもよろしく。いえいえ、これからもよろしくお願いします。こちらこそ。おい、どうした、いきなりドアップ出てきて。師匠、機嫌直してよ。つうんじゃ。どうしたどうしたどうした、師匠のおやつを買い忘れた。わしのおやつは買い忘れたにもかかわらず、お孫殿は朝霧と合いびきとない。合いびき、ああなるほどね。あれ河川敷歩きよったんで、おやつ買いに行きよったんじゃ。その途中で当てしまったけ、そっち行っちゃった感じなんじゃ。合いびきじゃないって、たまたま会っただけ。いや、たまたま会っただけだとしてもさ、店にいざなったのはお前の意思だろって話や。お前、新発売のチュルールを楽しみにしていたのじゃ。チュルール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 、そうか。うん、サボなら冷蔵庫にあるけど食べる？しょうがないね。ちょろー、別好きというわけではないのじゃが、生魚を食べていいというなら、それはまあ良しとするじゃ。ちょろおやついらんなこれ。美味しかったのじゃ。ご満悦だろうな。できればお酒と一緒に行きたかっただろうに。まあ猫の体だけやんさ、やめといた方がいいよそれは。それは良かった。それで朝霧と何をしていたのじゃ。何って話しただけだけど、嘘つけ。マッサージしとった。うずに朝霧を口説いたと。そんなことを一言も言ってないよね。まあまあよく聞くのじゃ。あやつを癒すためには多少は心に踏み入ることが必要じゃ。確かに今回の件でさ、足に問題がないことが分かった。心の問題なんやなっていう感じがするけんな。口説き落とせとまでは言わぬが、それなりに仲良くなった方がいいじゃろうな。そうね、それはある。考えておきます。特に相手が心に問題があるって。心理カウンセラーじゃないんやけん。ケア、どっちかって言ったら体のケアする人間なのにな。でもこういう人おるんだろうな。体に問題があるって思って来てくれよんやけどさ、実は体じゃなくてここの問題だっていう人おるんだろうな。まさにしょったらアパート来たってことは、あ、お前かい。おはようございます。いや、てっきりさ、雪代さんの方が出てくるかなと思ったけど、よう会うね君。え、なんなん、わざわざ来よんかなって。おはようございます。学校への登校なのにさ、わざわざこっちに寄ってきよう、遠回りになるのにわざわざ寄ってきよう感じになったの。この前お貸しした本は読んでもらえましたか。え、本なんか書いたっけ俺。ええ、小説は久しぶりだったので楽しく読めましたよ。本当ですか。それじゃあ今度感想を聞かせてください。わかりました、またおすすめの本があれば教えてくださいね。はい、それじゃあ学校に行ってきますね。指原先生もお仕事頑張ってください。春山さんもお気をつけて。そう言うてさ、おすすめの本って言って六方全書持ってきたらどうしようかな。今回は午前中のボタンか。じゃあ誰だろうな。こんにちは。あー、先生、南雲先生、久しぶり。なんか久しぶり感ありますね。あの前回のさ、恋愛映画が好きですって言って好感度ダウンしたらすごいショックなんですけど、今頃、うん、今でもちょっとショックなんですけど。南雲先生じゃないですか、また来てくれたんですね。南雲先生、この前学校の先生だって聞いたので、ダメでしたか。私は先生って呼んでもらえるほど立派な人じゃないわ。ああ、そんなこと言わんで。僕は素敵な先生だろうなって思いましたよ。ありがとう。お世辞でも嬉しいわ。今日もこの前と同じようにマッサージをしてもらいたいのだけれど、いいかしら。もちろん任せてください。施術室に案内しますね。うわっ、どうした。え、ちょっと待ってな、この先生出てきたら大体ラッキースキベの方向にものすごく進むような気がするんだけど、なんなん。あれ、言いたくない。指原さん、うわぁ、すいません、わざとじゃないんです。わかってるわ、指原さんだって男の人だもの。女性の体に興味ぐらい。そうじゃねえんだよ。なんだその顔、お前なんでそうなるんですか。やばいな、この顔は。なんだ、
日常で見たことあるな、この顔。恥ずかしいけど、こういうのも教師の役目だから。どういうこと？何が起きてる？そんな役目ないですよ。いいから教えてください。何やってんだよお前。ごめんなさい。え、いえ、こちらこそすいませんでした。クッション性は優れとったことでしょう。痛くないって言うたぐらいやけん。ま、マッサージしましょうか。ええ、そうね、お願いするわ。 Are you OK? ほんまに OK だったんだろうな。ほんまに OK だったんだろうか。さっきは勘違いで、そのごめんなさいね。あれ、この人も上向いてる。いえ、あれは僕が悪いんです。揉む？でもそんな、こんなところで。揉むって言葉できない今。そこまでは心の準備が。もう上向いて揉むは胸しかないだろう。行け主人公、勇気を持って胸に手を持っていくのだ。ああ、際どい。もう少し上だったらよかったのになっていう、すごい際どさ。てかこんなブラジャーつけてるんだあなた。形状がその鼻の柄とこいい、どこ誘ってんだよっていう感じの。それでそういう白の T シャツやけんさ、この季節とか水かぶったりしたらちょっとやばいぞあんた。その下着、あ、出た。はい、どうですか、痛いところはないですか。この体勢がまずエロいな。気持ちいいわ。もっと続けて。これあれだろ、要は俺上乗っかっとんだろ。やばいな、そう想像したらえらいことやってんな俺。エロいしえらいことやってんな。そんな感じやな。はい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 。もう体勢と相まってさ、そのあやき声がほんまやばい方向に持っていっちゃうよ。こういうゲームなんだなって理解してもらえればいいと思います。うすうす感じていただろうと思いますけど、こんなすごいな。顔がこれはこれで心の準備が必要ね。いらないいらない、マッサージそんなもんいらん。さあ下半身だ。はい、あ、うん、R18 ないことがなんかちょっとお過ごしく感じるな。こりゃさすがに確かにスイッチで発売できんだろうな、このゲーム。このゲーム最初さ、スイッチでダウンロード販売されそうな、される予定だったゲームだぜ。それはちょっとさすがにやめとこうみたいな感じでさ、スチームより発売されたわけですが、確かにこれスイッチあかんな。スイッチでの発売も考えとるみたいな話聞いたけど、無理だろ。指原さん、こんな気持ちいいこと、あなたどこで覚えたの？伝授したんです。師匠からね。お疲れ様でした。そのさっきのお詫びとは言ってはなんですが、これよかったら飲んでください。これってハーブティー？ええ、レモンバーベナのハーブティーです。大丈夫です。飛躍とかは入れてませんので。本当は寝る前に飲むがいいんですが、リラックス効果がある茶葉はそれくらいしかなくて。とてもいい香りね。でもなんでハーブティーを私に？先生ってストレスが絶えない職業だって聞いたことがあるので、だから精神面でも楽になってほしいなって思ったんです。ああ、いいで。そういうさ、心のケアもするもさ、マッサージしてたら大事なんかな。それに僕も学生の頃は先生にお世話になりっぱなしでしたからね。
南雲先生を見ていると応援したくなるんです。そうなのね。もしかしてハーブティーは苦手でしたか？違うの。君がこんなにいたわってくれるなんて思っていなかったから少し驚いちゃったのよ。まあなんか好感度下げられて意外ですねって言われてちょっとショックですけどね。俺あの時のことをまだ引きずってますけどね。確かに僕はただのマッサージ師ですけど、いつでも南雲先生のためになることをしてあげたいって思ってますよ。ときめくな。ああ教師としてダメな方向に持っていくな。好きになっちゃいそう。ああちょろない。南雲先生ちょろない。過去に男性との経験なかったパターンなん？え？なんでもないわ。私ここの常連になるわね。ああありがとうございます。ああありがとうございます。それじゃあマッサージありがとう。今日は帰るわね。あ、ありがとうございました。うん、絶対昔男と絡んだことないやつ。男の免疫ない人かな。男の免疫ない人の反応じゃん、お前あれ。久しぶりにちょっと見てみよう。あ、足回りの筋が要確認で現状は問題なしって追加されてるわ。こんな感じやな。お客の練習。よっしゃ、過ごし方を決めよう。休憩掃除なんかイベントあるんかなってちょっと思ってしまうけど、お出かけしかちょっとイメージがないな。おっと、あのヘドバ女。この子ちょっと前回のパートでは見受けられんかったかなの感じやったけんさ、行ってみよう。夜じゃん？あれは雨宮さん。あつし先生こんばんは。おーこんばんは、久しぶりですね。こんばんは、ライブ帰りですか？いえ、CD を買いに来てて。ああ、秋葉原とか CD 結構売ってそうやもんな。本当に音楽がお好きなんですね。あの、あつし先生は音楽を聴いたりしますか？ああ、音楽アニソンしか聴かねえな。アニソンばっかやな。唯一アニソンじゃない曲で好きなんはワニマのオーバードライブっていう曲なんやけど、それはそれで実写映画の主題歌やけんってところがある。いや結構実写主題歌の、うん、でも映画の内容もちょっと入ってきて映画込みで好きなんやけど、人並みには聞きますよ。好きなジャンルとかありますか？あ、好感度アップイベントかな。そうですね。どうなんこれ。これ相手に合わせにいって失敗するボタン過去にあるけんさ、ヘビメタって言うたらこの子の領域やけんど。そうきたか。この子の表現を引き出す選択肢だったんじゃんこれ。あー、雨宮さん。あーでも好感度ちゃんと上がってる。よかった、ちゃんと好感度上がっとんで、ね、よかった。その厚先生もヘビメタを聞くんですね。ごめんなさい、聞きません。祖父がいろんな音楽を聴く人だったので僕もよく聴かされていたんですよ。ロック系もよく聴かせてましたね。なのでヘビメタもかなり。いちいちその顔に選んでええんよ、ヘビメタって言葉だけで。お前そうだよな、ヘビメタだよな。アツシ、俺が最高のヘビメタを教えてやるぜ。ヘビメタって言って何て読むんですかね、ヘビメタって書いて。え、なんで。ほら、CD ショップに行こうぜ。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。ロッチのコカドみたいな感じだったの。お孫殿、今日もご苦労様なのじゃ。ありがとう、師匠。今日はお客さんが来てくれたし、いい調子だったかな。うむうむ、いいことなのじゃ。この調子で客を増やしていくのじゃ。おじゃが、もちろん腕を磨くのも忘れてはいけない。大丈夫大丈夫、前も言ったけどいい字でやってるから。そうだね、技もなんかこれなんか前にも聞いた言い方な気がする。
よっしゃこんな感じで、あまり絡めてないキャラクターとのね、イベントもうまいこと保管して、まんべんなくいろんな行動を触れ合っていきたいです。あ、なんだ、公園来ちゃった。てか公園来れるんじゃん。お、アツシ先生じゃん。おはよう。おはようございます。ランニングですか？ご覧の通りね。先生も一緒にどう？仕事前の運動ってことで。え、いや、やめておきます。そっか。仕事大変そうだし、しょうがないか。仕事頑張ってね、アツシ先生。ああ、この子さ、声好きやな、俺。なんかこういうおとなしい、クールな子の声好きなんよな、俺。こういう子に耳元を支えてもらえるのもなんかいいなって思う。エロい系とはまた別に好きかもしれん。ええ、アツギリさんも頑張ってくださいね。そんなの言われるまでもないって。こういうクール系が出れた時っていうのがいいと思うんですよ、皆さん。わかります？お客さんを待ちわかります？皆さん。わかりますか、皆さん。ねえ。